おはようございます。なんか昨日ね、本当は夜配信しようと思ってたんですけど、気づいたら寝ちゃってて、起きた3時ぐらいに起きて、今日うわラーメン食べたい。昨日ね、あ違う、アイロンをね買い替えたんですよ。実はサロニアを買いました。こっちか。眉毛困ってる。 確かに昨日寝落ちしてたの。サロニアを買ったの。 そう、白を買いました。サロニアの白を。で、あとねコースターを買いました。 ちょっと待ってね。さっきまで飲んでたシャレー。 なるほどね。可燃ゴミになるのかな。かわいい。今日も暑くて、今日セミめっちゃ、なんかさ、わかんないけど、あとは化粧水、なんか本当はアルビオンのね化粧水いつも使ってるんですけど、なんか切れちゃって、もうなんかもうアルミオン高いし、なんかいいやと思って。 別のを買いました。こちら、ダダダン。でも高かったな、思った以上に。うわ、そりゃ高いわ。600円ぐらいかなと思ってこれ買ったんですよ。だから1700円とかする。2000円するじゃん、この薬用。じゃあこれは水で薄めて使います。2000円もするので、皆さん無印使ってみてください。そう、めっちゃ寝ちゃってた。あ、やばっと思って起きたら3時だった。 昨日レッスンの後に結構3時間ぐらい自主練して、ちょっとなんか買いに行きたかったから、なんかヘアアイロンを買いに行ったら、化粧水も買っちゃって、コースターも買って、スタバ飲んで帰ってきた。 そう、いや、なんか昨日から毎日配信、いや、なんか気づいた方はいるかもわかんないけど、3日前から毎日配信目指してたのに、気づいたらさ 昨日寝てて、もう最悪だと思って。 昨日の夜ご飯はなんか最近も自炊も何もしてないので、 しなきゃって思うけどフライパンがないので、昨日は久々に丸美食堂を食べに行きました。一人で自炊する気？いや、ないんじゃなくてフライパンがないんだよ。 みんな知ってるでしょ、なんか何の、なちょっと、だからぜひ9月12日昇格してプレゼント送れるようになったらフライパンください。あ、待って待って、なんかさ、あれがいい。なんかさ、 こんなずるずるしい、なんかフライパンさ、あのさつかないフライパンがいい。 そう、なんかトゥルトゥルになる、なんかトゥルトゥルになるやつが欲しいです。なんか卵とかのしてもさ、つかないみたいな。 なんかいっぱい来そうだな、いっぱい来るのかな。そう、ダイヤモンドコーティングみたいな、テフロン、テフロン加工って言うんだ。それが欲しいです。 あとなんか普通にね、スポンジも欲しいです。食器洗う 食器洗うスポンジが欲しい。 から変えたらいいんですけどね。 でも服も欲しい、めっちゃ服欲しい。欲しいものリサーチ。え、服欲しい。 あ、靴が欲しい。本当に靴がないの。あと食器も欲しいです。 あ、鍋とかも欲しい。
ガスコンロのさ、ガス抜きってもらえるの？ガス管内バージョンみたいな。鍋？なんか冬とか結構鍋食べるんですけど、あのキッチンでしかさ、あのコンロがないからさ、普通にこのリビングでさ鍋をしたいけどさ、冷えちゃうじゃん、一人だし。